10代に初めてコンサートに行ったのが浜崎あゆみさん。今も聴き続けてるんですけど、制作してる上で自分の HP というか体力がこうギリギリになった時、趣味嗜好で選んでた曲とは違う10代の時のその曲をちょっと聴きながら力をこうもらってることが多くて、音楽とアート絡めて作品を作ろうって思った時に、あゆの音楽を選んで、ヒョウ柄のイメージもあったんで、自分は注射器を使って作品を作ってるんですけど、この粒の流れとかをヒョウ柄の模様のような範囲になるように絵の具を置いていってるのは結構初めて試みた部分ではあります。あとなんか色彩とかも当時聴いてたシーズンとかジャケットの色のイメージだったり、多分そういうものも反映されてるかなと思いました。